木漏れ日の中、優美に咲く藤の花。四万十市中村の一条神社にある咲かずの藤です。今月10日頃から咲き始め、今満開となっています。咲かずの藤といわれるゆえんは、土佐一条氏の四代目当主一条兼貞が詠んだある歌にあります。上を岸庭の藤がえ、心あらば込む春ばかり、咲くな匂うな。兼貞が戦国大名長宗我部元親に追われ中村を去るときに詠んだこの歌には、私がいなくなるので今年の春だけでも咲かないでおくれという思いが込められていて、およそ300年間花が咲かなかったと伝えられています。川村君彦宮司によりますと、その後1861年に花が咲いてからは現在に至るまで定期的に開花していましたが、今回のように満開となったのはおよそ40年ぶりです。今年は例年より多く枝や葉を切るなどして手入れを行ったことで、養分が回りたくさんの花が咲いたのではないかということです。藤の花好きですか？好きです。とっても綺麗です。藤の花は今週いっぱい楽しめそうです。